出撃する前に装備を選んでください。こんにちは、装備選択を選ぶと装備と地球防衛軍2の続きをやっていきます。今回はちょっとまずミッションを見て、わあ、なんだっけ、ソラス、ソラスだ。テイルウィングの持つ武器、テイルウィングでいくか。 EDF のエリートを集めた特殊部隊です。待てよ、特別な武器を、あれ焦りやすいんじゃない、誘導。いやでも待って、レーザー、これがねエネルギー消費しなかったんだよ。あ、でもエネルギー消費 20% って書いてるけど、 25% どういうことなの。少ないエネルギーだから、いや、わかんねえ。なんかね、ランチャーとか使うと、え、これ16%なの？わからん。なんでだろう。バグかな、前の。レーザーで減らなかったんですよ。これランチャーより減るじゃん。わかんねえ。全然わかんねえけど、まあレーザーって行こう。レーザーと、ミッションを選んでください。居住。緊急事態です。ソラスが出現しました。全対戦でいくつもの都市を廃墟へと変えた恐るべき宇宙生物です。現地へ急行してください。任せてください。あ、これソラスの体半分より下の絵だったんだ。来た、ちょっと太った。特別報道です。下半身太ったんじゃない、ちょっと。うわー、踏まれてる。東京に向かっています。見てください、東京にね。全長は40メートルにもなります。まあね、いくつもの町を焼き払った恐ろしい魔獣が再び出現したのです。巨獣といえば日本だよね、まあ、何とは言いませんが。うわー、火吹いてる、吹いてる。まあ、ペイルウィングで初めてじゃない、ペイルウィングでソラスは。うわ、ちっか。うわ、 V 字ってそういう感じ。使え全く使えねえ、これ。やっぱ減らないよね。こっちには目もくれず、いや、そんなことはねえか。マジでここでこう当てるしかねえか。当たってんのかな、ちょっと見えないんですけど。よいしょ、尻尾焼きにしてやる。よし、出し惜しみはなき、なしだ。やる、走ってきた。よいしょ、レーザー。焼けてる。いいよ、よいしょ。これで当てるしかないんだよ。V 字ひどすぎない？よし、相手見れねえんだよ、これ。ちょ、HP やば。めっちゃ焼かれちゃった。レーザー使ってらんねえな。やっぱ来るぞ。あれ、来なかった。おい、なんで俺なんか見るの。こんなちっちゃい生物取るに足らないんじゃねえのか。いや、でも死ぬほど痛い攻撃されてるわけだからな。気にもするか。この兵器で倒せんだよね。横に動くのがいいよ、やっぱ。ダッシュは余裕で避けれる。やっぱ誘導弾だったかな、持ってくんなら。いや、でもどうせ弾打つならこっちの方がいいか。うわっ、死んだわ。はあ、こっちのレーザーです。当たってるね。ナイス。これならいける。命名するって前からついてる。
足とかこれで切れねえか。そんな火力あるわけじゃないよね。この機動性についてこれるかな。うわっ、来れないみたいな。こういうことよ。よいしょ。やばい。やばい。危ない。おお、先読み。当たってる。ダメだ。相手がでかい。当たってる当たってる。止まった。うわ危ない。よし、邪魔だ。これじゃ焼けねえのか。あっべ、あ危な、なんで当たんなかった今。爆炎で見えん。よしよいしょ、ナイスな機動性だ。やっぱペイルウィングなんだよな。よいしょ、上、おー危ない。あー食らなかったね。家邪魔なんだよな。走ってきてる、走りそう。うわよいしょ、よし、機動性では勝ってるぞ。あ、分かった、レーザーをリチャージするときにエネルギー使ってるわ。そういうことか。いいね。お、倒れた。あらあら、弱いんじゃないの。ちょっとおそらすちゃん、ほらリチャージするときにエネルギー使う。あの人は一体って言ったよ。敗者。ああ、何も取得はしてないわな。持っていく武器はテイル。陸戦兵は数々の個人用スナイパーライフルに変えましたよ。ミッションを選んでください。谷間の影。山岳部に敵巨大船が出現しました。大型船は巨大生物を運搬しているようです。あの船が巨大生物を投下し続ければ、日本は壊滅的な被害を受けることになります。これ以上の巨大生物投下を許すわけにはいきません。山岳部で迎撃作戦を行います。OK。船落とせと。じゃあ、スナイパーライフルの力を見せてもらおうか。ズームどこでやんだっけな ?L2 だったかな。ズームする必要も、うわ、どんだけズームされんの。リロード長っ。これでかい母船やるときいいかもね。来てる、もうちょいだ。よしよし、強えわ。ちょっと、うわ目の前、びっくりしたわ。やっべやっべやっべ、近くに寄らせすぎた。しかも、うわこれさ、ダメだわ。ロケランだわ。攻撃力はあっちの方が高いんだけど。よし。どっから来てる？足の下から狙われてたな。よくやっとくか。来てるね。え？来てない。とりあえず乗るか。来たらすぐ乗る。それまではこれやってても。来てる、ロケランプッパ。ほら音量注意、遅いか。ロケラン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 、乗り物乗り損ねた。
ちょっと近くに寄らせすぎちゃう。ロケランがあれば蹴散らせる。よし、このとんでもない音量になってるときは何体も同時に倒してるってことだから、いいことよ。ちょっと耳には優しくないけど。やべ、近いやつはこれで。うわ危ない。え、そんな食らってた。よし、意外とね初速が遅いだけで、この戦車軌道に乗るとあいつらより速いから。めっちゃ転がってる。この坂だと当てにくいね。大丈夫、こっちに今誘導していざとなったら前に行きゃいいから。なんか結構食らってんだよこの選手。なんか自分の球かな。いいね、なんかこういうゲームあったような気がする。この後ろに後退しながら。なんだ、投下されたぞ。なんかよし、で前に、もろもろ拾わないといけないし。よーし、これで距離が開くから、また急速旋回して後ろ打てばいい。このアーマーも拾っとこう。急速旋回、まあそんな機能はないんですけどね。そんな機能はないけど、ゆっくりゆっくり回ったんだけど結局。意外とめちゃくちゃ役立ってんだけど戦車。密集してないと当てにくいな。ってことで一回降りる。壊れる前に降りるの結構レアかもしれない。いつも壊れて降りるから。密集してきたね。ここだ。当たんねえ。もうちょい下か。うわ、あはー、降りるしかねえ。やべ、俺の戦車が、ほらこっちにはロケランがあるんだから。これじゃちょっと弱いのよな。しかも死骸があるともう通らないから、まっすぐ列を組まれると困っちゃう。よし、あらかたやった。ほうで囲まれる前に、あ、まあ、よし、ここら辺でもうやっとくね。おっと、くそ、アサルトライフルでいくか。よし、うん、下ろしてる下ろしてる。どこだ、あ、どこだ。ここで母船をやっとこう。もうちょいもうちょい、やった。あとはザコ狩り。いやー、丘から来てる。よっしゃ、遠くで当てると快感よ。オッケー、あと1匹くらいかなら、アイテム拾いの旅に出よう。 HP は減ってない。これくらいで許してやるか。はい、最後のアーマーをもらって自爆。グレネード、グレネード、アサルト、お、アサルト、あー、アサルト、それ新しくないわ。グレネード、グレネードはね使いにくいのよ。ミッションを選んでください。まだ行こうか。特殊部隊ペイルウィング隊はバツボタンを押し続けるので、いや、この V は使えなかったな。また、あ、これ使ってないね。テクノロジーを応用した特殊な武器を使用可能です。ミッションを選んでください。
敵円盤部隊が深夜の市街地に集結しているとのことです。敵の攻撃が開始される前に先制攻撃を行います。難易度を選んで、マジか、先制攻撃だって。やってやろうじゃねえか。 UFO はいないよね、夜だし。いや、夜だしっていうのがわかんないけど。こちら EDS 本部。うわぁ、 UFO まみれじゃねえか。あ、こういう感じ、アサルトっぽい感じね。戯れに建物倒して、どれか当たるかもしれないし。レーザーの方が良かったかな。あ、でもいいわいいわいいわ。これだったら V レーザーとかもまあまあ使えるような気がするけど、ここだったら。いや、いいね、映えだね、これ。夜の UFO 綺麗よ、映え映えだよ。ほら、あの誘爆レーザー良かったじゃん。ここ最適よ。あ、でもこれで来ちゃったから、もうこれで行くよ。ずっとピコンピコン言うよね、これ。仕方ねえよ。伝説の男いねえよ、ここには。女しかいないよ。前作の主人公の話ね。あれ、陸戦歩兵の話ね。建物壊しの寿司部。エネルギー減るからさ。はい、来いや。そこら辺に打ち込むぞ。どれか当たるかもしんねえ。こんなの当たんないよね。早くおいでよ。ていうか、ミッション開始の時に先制攻撃仕掛けるとか、なんとか言ってなかった。よし。邪魔だし。爆炎で前が見えない。おぉ、結構な数いるね。早くおいでよ。来ねえのか？来ねえならこっちから行くぞ。先制攻撃を仕掛けるってそういうこと？来た来た。近くに寄ると来る。おぉ、来る。ここら辺。打ち込んでるとな、エネルギー切れになるよな。これで行った方がいいような気がする。いやー、すごい、すんごいんだけど。そりゃエネルギー切れになるよな。よいしょ。えい。いや、ほんと当てやすくていい、これ。二手に分かれてんのがいい。そんな HP やばくはない、食らってはいるけど。バカバカ落とすじゃん、これ。すごい。これロケランが一番消費するけど、意外とね、飛ぶのもすごい消費するからね。あんまり飛びすぎるのも考えもんや。これの消費はすごい少ない。アーマーがそこ。あ、すごいな。もうあと1体だから、武器集め。ぴょん、ぴょん。よし、やるか。オゲイ。よし。あ、レイピア。あ、レーザーも。レーザーランス。近距離兵器だ。ほう、近距離2つも拾った。操作方法。陸戦兵は数々の個人用火器を使いこなす戦闘のエキスパート。めっちゃ強いけど。弾数10。ショートレンジ収束レーザー砲。射程は非常に短い。どんな装甲も一撃で貫く。
確かにダメージ200は強いね。お、いいじゃんいいじゃん。普通にこれの上位版だ。ランスの方が使ってみたいけど、まあ次は歩兵ね。 EDF 陸戦歩兵部隊隊員の総称です。 EDF ミッションを選んでください。おお、まあいいでしょう。強撃、円盤部隊が会場に集結しています。沿岸で待ち構え、接近する円盤を撃墜してください。迎撃か、迎撃してください。難易度へ行きましょう。本日最後のミッションです。だいたいね4つくらいやっていくのがちょうどいい気がする。これ多分そうよね。当たってる当たってる、うますぎる神エイム。これめちゃくちゃまっすぐ飛ぶからさ、当てれんだよ。全然当たってねえよ。後ろにもいいの。あと今のは完全にミスだ。よし、ふいふい、密集してると当てやすいぞお前ら。ちった、頭使え。うわ、なんだなんだ、なんか吹っ飛ばされるような攻撃。なんだあいつか。おい、ここにもいた。見えてなかった。頭使ってんじゃん。しっかり使ってたわ。そうだよ、ね、強撃の時点で頭使ってるわ、ね、これをやっとこう。こいつノックバックしてると打ってこないじゃない。おっと、これは拾いたい。やべ、当てれてない。よいしょ、横飛び してます。雑魚には構うな。よし、オッケー。やべ、雑魚じゃねえのがいる。ちょっと俺乗り物ないですか。乗り物、とりあえずこいつでいいかな。よし、やっぱりノックバックすると攻撃やめるね。キャンセルできる。いえ、やっべ、回復、回復どこだ。いえ、全然あっちだ。後ろにいるかな。いないよね。もう距離さえ取っちまえばこっちのもんだから。ちょっともうちょい前。いいね、ミサイルキャンセル、いいよ。よし、オーケー、オッケー、オッケー。キャンセルできてねえわ。全然全然キャンセルしてないわ。よし、円盤風情が近く寄ると当たっちゃうぞ。これは一向に構わんか。よし、よいしょ、オッケー。もう怖いものはない、ない。えい、回復もしちゃう、横飛びしちゃう。もうぬるぬる動くから敵少ないよ。まあマップ見れば一目瞭然なんですけど、ちょっとこれ拾ってからね。お前の料理は、あっちも、あっちも拾ってからね。えい、お前死んだぞ。おあ、あ、はい、ああ、下手くそかって。うわ、マジか。しかも強撃だ。ここな、分かってんだよ。ここで倒したい。うわ、すごい降り方、気持ち悪かった。
ガニ股で降りてきた。よいしょ。これ一体やると楽よ。はあ、やっべ。これさ、円盤に足生えてるやつ。円盤と同じ見た目してんだよ。足取り付けるとあれになるのかお前ら。誘惑狙い。よいしょ。カン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 。密集せえ密集。えい、ー、誘惑楽しい。えい、ー一緒に動いてると誘惑しちゃうよ。ふぅ。あ、待てよ。ゆっくりやってる場合じゃねえのか。あっちが来るよな。よし。いや、動いてないと。蜂の巣にされる。なんだなんだ。よいしょ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 。邪魔だ。 UFO の死骸も当たり判定あんのか。よいしょ。もうちょいよ。もうだいぶ当ててる。オーケー。はい、ぬるぬる動くようになった。あと1体かな。じゃあ恒例のアイテム拾い。さあどこかな。はい、ふぅ。まあな、伝説の男だからな。祝報あげよう。ふぅ、バウンドガンだ。結構好き。ああ、ショットガンも。バウンドガンね、なんか自分に当たってんだか当たってないんだかちょっとわかんないんだよな。特殊そうか。ダメージ10。ダメージ10。一緒じゃん。グレネードばっかりいっぱい拾ってんな。ショットガンかな。お、だ、すごいすごいすごい。どっちも8だけど、あ、射程が短い。25発だよ。うん、これにしよう。まあ、次回ですけど。はい、ということで、今日はここまでにしましょう。じゃあ次回は、あー、また、地の底に行くと。はい、ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。